ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回から攻略2人目に入っていきたいと思いますので、まずは入学をしましょう。で、2人目は村上先輩でちょっと行こうと思います。まあ、YouTube のコメントとかちょっと別のところからも票を、いただいていて、ご協力くださった方々どうもありがとうございました。で、まあ、今回村上先輩でやっていくんですけども、まあ、村上先輩がそのダントツで1位というわけではなくてですね、結構ねばらけてるんですよ。なんかいい感じに票が入ってて、まず望月師匠と村上先輩と、まあ、攻略が終わっちゃったんですけど、ももちゃんと椎名さんと桜井さん、まあ、この5人に結構集中して、あ、なんかパッと見だと誰が1位かなっていうのが分かんなくて、で、まあ、一応ちょっと集計してみたところ、村上先輩がほんのちょっとね出てたんで、まあ、今回は村上先輩で、やっていこうと思います。じゃあまずは名前からですね、まあ、例のごとく自分の名前でいきます。もうすぐ出てくるな。で、 OK と。また入学式と先生のお話は飛ばしつつ、で、まあ、前回のももちゃんで分かったと思うんですけれども、まあ、そもそもの自分のこの主人公のスペックがやっぱ高すぎですね。まあ、今回この先輩方から話しかけられるし、同級生の人からも話しかけられるし、後輩からも話しかけると話しかけられると、もうその時点でね、一般人とは違いますよ。で、まあそれはね、ある程度主人公にモテ要素がないと話にならないっていうのはあると思うんですけど、まあ他のね漫画とか、まあ、ラブコメとかでもやっぱり絶対主人公はモテ要素がありますよね。もう絶対こいつダメだみたいな。そもそも女の子が好意を持つ要素を持ってるんで、まあそこがねどうかなとは思うんですけど、まあそれを言ってちゃね話が進まないんでしょうがないですね。まあ、自分はちょっと、まあ、ジャンプ世代の、まあ、今はジャンプ見てないんですけど、まあ、古い話で申し訳ないですけど、いちご 100% とか、まあ、合図とかが出てくるんですよね。で、まあ、結局いちご 100% も、まあ、真中くんが主人公で、まあ、一番最初はなんかモテないみたいな話だったんですけど、結局すぐ西野さんと付き合って、で、まあ、いろいろあって東西南北の4人からめっちゃ高評価もらって、最終的にまた西野さんとくっつくみたいな。で、どうですかね、東条か西野か、まあ、多分ね北王子ファンもいると思うんですけど、で、南は多分毎回排除されてるんで、話から多分3択になると思うんですよ。俺はね西野さんが好きでしたね。だからその最終的に西野さんとくっついたのは俺は高評価っす。あ、西野さんとくっつくんだっていう。で、まあ、あれを読んでると分かるんですけど、多分その、あ、東条とくっつくんだなっていうのが見えてたと思うんですよ。でもそこを、まあ、西野とくっつけたっていうのは賛否両論分かれるんですけど、俺は良かったと思います。まあ、西野ファンだったんで。で、あと会津の方はね、ちょっとね、まあ確かに名作だったんですけど、単行本を読み返したとかそういうわけじゃないんで、ちょっともうあんまり覚えてないですよね。いおりちゃんといつきちゃんと、あともうその2人しか覚えてないな、女性キャラは。で、主人公は市高くんと。まあちょっと見たイベントばっかりなんで、小話的なものが多くなっちゃって申し訳ないですけど。で、先生の説明はちょっと完全に飛ばしますか。じゃあ、まあ、スキップで。あ、そう、あとね、オート機能を覚えたんで、まあ、覚えたっていうか資格を押すだけなんですけど、オート機能を使っていきましょう。今まで丸ボタンプチ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 押して会話を進めてたんですけど、じゃあまたストーキング行為でもしていきますか。俺の大得意のストーカー、あ、いますね、村上先輩。で、資格を押すとオートになるんで、これでやっていきましょう。まあ、あとはちょっとプレステビータなんで、タッチに対応してるんで、画面触っちゃうとね、ちょっと次に行っちゃったりするんで、そこだけ気をつけて。聞きたいこと、質問タイムか。まあ、まず村上先輩は読書だな。そうですね。そう、村上先輩も俺の中ではかなり好きな部類になるんですけど、見た感じね、ちょっとね趣味がね合わなそうっていうところがネックなんですよね。まあ、今回は全然攻略メインでやっていくんで関係ないんですけど、
読書はねあんまりしないですからね俺も。図書館に困ることも増えてしまう。なんか最近何の本読んだって言われると、まあそうですね、これは仕事の人に勧められたんですけど、美女と野獣の野獣になる方法っていう本ですかねまあいわゆるモテ本す、あのモテるためにどうしたらいいのかみたいな、まあ、これは完全にネタなんですけど、あ、そうか、今日は終わりか。それでまあそれを読んでみました。あ、面白かったっちゃ面白かったですよ。まあなるほどねって思うところも、いやそれはないでしょうっていうところもあったりして、学園、あ、そうか、最初はすぐイベントが起きるのか。まあこれも見ましたよね。確かなんか本探してバイトの話になってみたいな。あ、鏡さん、鏡さん、そうで、多分その核となるキャラクターがいて、そのモブキャラがなんか2人くらいいるみたいな、多分そんな感じですね。まあももちゃんで言うと、ももちゃんが核となるキャラクターになって、あと黒川さんとゆずちゃんがいるみたいな。で今回、村上先輩がまあ核になって、鏡さんとあともう一人出てくるのかな。まあそんな感じですね。鏡さんが探していた本を見つけるのをお手伝いしたんです。今図書館内のパソコンが不調でデータベースを検索できないんです。でもさ、データベースが検索できないって結構深刻なあれだよね。システムダウンだよね。でも村上先輩はすぐに見つけてくれたんです。パソコンに頼らなくても先輩がいてくれれば問題なし。すごいですよ。そんな大したことはしてませんから。まあ、あとはこの図書室がどれくらいの規模かっていうのもありますよね。高校の図書室だから、図書館って言ってるし図書室じゃないの。あなたはそんなことってないですか。大学とかだと図書館が1個あったりするんですけど、ちょっと待ってね。これは好きな本の場所ならわかる。本当ですか。いや嘘だよ私と同じ人がいてくれてなんだか嬉しい。やばい、罪悪感だこれ。あなたも本が好きなんですね。もうめっちゃ罪悪感だ。本当に本が好きなんですね。私も面白そうな本を見つけてみようかな。その面白そうな本っていうのがね、なかなかないんですよ。本をもっと好きになってくれたら嬉しいです。それならまた今度おすすめの本教えてください。はい、ぜひ。だいたいさ、村上先輩にさ、じゃあモテるための秘訣教えてくださいって言って、自分に合った本当にあるのっていう、本当に合った本教えてくれんのっていう。あなたはどんな本をお望みですか。温かくて何度も読み直せるような本がいいんですか。だからそれはどんな本だよっていう。わかりました。他に何か希望はありますか。せっかくですから遠慮なく言ってください。まあ漫画もね、ちょっと最近あんまり読まなくなっちゃいましたね。今ね結構やっぱりね、動画とかね、まあ自分 YouTube 上げてるんで YouTube とか見る機会の方が多くなっちゃって。わかりました。お二人の期待に添えるような本を探しておきますね。あとまあちょいちょいネタで出てくるんで、自分が好きなのは、まあ、あのガンダム系ですね。あとたまにねネタ入れてるんですけど、ジョジョがね好きなんですよ。でジョジョは次あの12月17日にあの新作が出るんで、それねちょっとやろうと思ってます。でジョジョはね、あの第1部から第5部まではあの全部持ってて、で第6部と第7部は満喫で見て、で今第8部ジョジョリオンやってるんですけど、あのジョジョリオンは基本的に終わってから見ようと思ってます。っていうかジョジョは最初から最後まで一気に見た方が多分面白いと思うんですよ。その1話ずつこまめに見ていくよりは。ちょっと調べ物があるのですか。で1部からね5部は思ってて結構何回も読み直してるんで、かなり語れると思います。で6と7はまあちょっと曖昧なところはあるけど、まあ基本的には大丈夫と。でジョジョリオンはまあちょっとね触りの方だけは見たんですけど、あとは読んでないんでわからないっていう。の本がありますよ。おう、メロジー、感謝感激、ひなあられですよ。まあ、ちょっとねここら辺は最初の方イベント見ちゃったんでそれを言うなら、まあどっちかっていうと俺の鬱陶しい話が続いてすいませんけど。海代さんは何でも知ってますね。では私は本を探しに行ってきますね。ああいう質問にもすぐに答えられるなんて本当にすごいですよね。ぼーっとしてどうしたんですか。ぼーっとするよそりゃ。村上先輩のテキパキした姿に、ほらね、こういうこともね普通に言って気持ち悪いと思われないっていうところがまたすごいよね。村上先輩は
で俺も結構女性陣には気持ち悪いって思われたくないんで、結構言葉は選びますね。そんな私なんて全然ですよ。謙虚なところも魅力。ほら、謙虚なところも魅力だよなんて普通言わないっすよ。あ、また誰か来たみたいです。村上先輩。あ、夏目さんか。あ、そうだそうだそうだ、いたね夏目さん。ってことはこの3人が村上先輩と加賀さんは青いリボンつけてるから2年生か。で、夏目さんもさっき村上先輩って言ってたし、青いネクタイつけてるんで2年生か。多分この3人ですね、あの話絡んでくるのは。先輩は夏休みの予定はもう決まってますか？私ですか？確かに夏休み2日目でバイトの話を持ちかけてくれれば、夏休みバイトに打ち込めますね。でも大体さ、高校ってバイトとかって禁止じゃないんですかね。自分のいた高校は一応ね、校則的には禁止だったんですけど、別にバレても何ともなかったっす。で、俺も高1の時からその夏休みからその近くのスーパーでバイトしてて、でしかもそのスーパーに世界史の先生が普通に来るんですよ。別にお頑張っていくかみたいな感じで言われて、何にもなかったですから。授業中とかも普通に突っ込んできましたからね。なんか三上くんはそこでバイトしててなんちゃらかんちゃらみたいな。いや別にいいからそんなのみたいな。で、高校によってはね、なんかその届け出をしないとダメとか、なんかその家庭の事情がどうとか許可されないみたいなとこあったと思うんですけど、まあ別に自分の言ってたところはそんな感じではなかったですね。そうですよね、いきなりこんな話をされても困りますよね。あ、そうそうそう、これでなんか向いてますかみたいなことを質問されるんですよね。話をしてすみませんでした。アルバイトのことは諦めます。てか夏目さんのさ、独断で決めていいの、はい、履歴書とか書いてきなさい。履歴書とかアルバイトが嫌だというわけじゃないんです。ただその突然のことで驚いてしまって。俺履歴書どう書いたかな、高校の時。だって高校生の時なんてさ、ほとんど書くことないじゃないですか。履歴もないし、わかりました。しかも免許とかも持ってないし、まだ望みがあるってことですね。すっかり覚えてないな。そのつもりになったらいつでも連絡してください。お待ちしてますから。すみません、すぐに返事ができなくて。でもこれあれだよ、夏目さんの方がバイト先では先輩だからね。あなたは社会に出ると年下が先輩になるとか、普通のことですから。大丈夫ですか村上先輩。これはもう確実に転職だと思う。絶対転職じゃないよ。思いますか？思わない。すいません、思わないっす。お仕事したいって思ったことはあるんですが。そうですよね、私も村上先輩にとても向いてると思いますよ。考えはまとまりましたか村上先輩？興味はあるんですが、まだ決められません。まあそうだよね、もう少しじっくり考えさせてください。集団なのかっていうのと、まあ時給待遇っすよね。そこら辺をちょっと何にも聞いてないんで。てかさ、次会う時までってさ、次いつ会うの？明日かもしれないじゃん。そろそろ終了時間ですね、二人とも。まあでもこういうのはね、なるべく早めに決めないと。バイト先も今店長困ってるって言ってたんで、他の人探してると思うんですよ。だ、せめて1日とかですよね、回答するんだったら。じゃあストーキングタイムをしますか。またマッチ、お、いますね。どうもこんにちは。あれ、これはまだちょっと避けられてる感があるかな。今日も暑いですね。天気予報によると今日は猛暑日らしいので、こういう日は静かに読書をしていたくて、ですから今日は図書館に行こうと思っているんです。これも学校の図書館なのかな、それともなんか普通の市営の図書館なのかな。窓から心地よい風が吹いてきたりすると幸せです。やばい、沈黙が。あなたは本が好きですか？いや、あんまり好きじゃないです。どうして急にそんな質問をするのかですか？漫画は好きです。それは私口下手だから他に話題を思いつかなくて。いや、でもやっぱね、趣味はね、
別に分かってくれては言わないですけど、とりあえず許容してくれる人がいいですね。実況動画ダメって言われたら俺もうちょっともう泣けるもん。学園はいない。あ、そうか、見たんだ。次の日だ、次の日。7月22日。椎名さん、あ、いるいるいる。この普通にいる時って何なんだろうな、ランダムなのかな。クロエさん、あ、これも見ましたね。昔話は似たようなモチーフが多いので、おじいさんだけでは特定できないですから。何、おじいさんが出てくる昔話って言ってたの。もう少し内容をお話ししてくれると。でもさ、昔話ってさ、結構なんかこう、実は残酷的な話とかあるんですよね。まあ、桃太郎がどうかって言われるとちょっとあれだけど、シンデレラとか、なんかガラスの靴合う人いるかみたいな感じで王子様が探してるんですけど、結局お姉さんとかは足が大きくてガラスの靴入れないから、なんか足切ってなんか履こうとするっていう、なんかそんなような話でしたよね。タイトルを聞けばそれも思い出すと思うのですよ。よかったらあなたも協力していただけますか。あ、何を協力するんだ。バット持ってませんか。でもさ、普通にさ、バット持ってませんかって持ってるわけねえじゃん。バットみたいな武器持ってました。実際に、まあ、あと俺ね、まあ、ゲームやってるんであれなんですけど、あの幼稚園入る前からあのゲームやり始めたんで、桃太郎伝説とかやりましたね、あのファミコン版の。で、桃太郎伝説はあのパスワード制なんですよ。で、ドラゴンクエスト1とかドラゴンクエスト2とかもパスワード制なんですけど、要は復活の呪文とか、ひらがなを覚えないといけないんですけど、ちょっと待ってね、これも。お前なんか喋ってばっかだなっていう。なら俺に任せろ、これだ。やだ、やりたくない。ありがとうございます。ちょっとね、見たイベントなんで、もう本当すみません。ゲガオーってやってんのかよ。赤鬼、青鬼、清鬼とかね、パールの鬼とかいましたね、桃太郎伝説。頭に日本の角がついてますね。で、なんか一本角より日本角の方が強いとか。もしかして、そうで、セーブを取るためにひらがなを覚えないといけないんで、俺同世代の中ではひらがなを覚えるの超早かったっすね。だってひらがなを覚えないと復活の呪文が書けないから。で、なんか友達とかはね、お母さんとかに書いてもらってたりしたんですけど、俺はちょっと自分でなんか覚えてやってた記憶がありますね。クロエさんが読んだお話はドラクエとかね、結構ね覚えてるんですよ。ドラクエ2とかで言うと、ユーテイ、ミヤオウ、キムコウ、堀ユージ、鳥山明、ペペペペペペペってやつ。わかります？何言ってっか。あとドラクエ4とか838861とか。これわかりますかね ?838861 でいいんだよね、数字的に。これ聞いて、あ、あれだって。わかる人は、あ、結構 やってるなっていう。ということはね、プレステとかのドラクエ4じゃね、できないと思うんですよ、838861は。犬、猿、キジ。で、あと桃太郎伝説でいくとフとかね、あとおいしいスモモ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 とかね。で、こういう風にパスワード入れると、なんか特殊なパスワードなんですよ。からかわないでください。なら私は可愛い。で、桃太郎伝説は2とかね、3とか、3はあったかな、ちょっと分かんないんですけど、新桃太郎伝説とかか、犬、猿、キジの他に金太郎とか浦島太郎とかかぐや姫とか、作品によっては閻魔大王とかも仲間になったのかな。ちょっとそっちの方まではやってはないんですけど。美味しいものは食べに行きましょう。そうですね、きびだんご。体力30くらい回復するんだったかな。てか、なんかそんな話ばっかしかしてねえな、今回。7月22日。でもね、この先のイベントは見てないんで、ちょっともう少しね、静かになると思います。申し訳ないです。あ、間違えた。次の日へ進むと。で、23日か。おはようございます。今日も、あ、これは見てないっすね。あなたはどこかにお出かけですか。てか、あれじゃん、これ左上にハートがあるからデート的なイベントじゃん。学校の図書館に行くところです。え、私張り切っているように。いや、ちょっとそういう風には見えない。普通に見えますよ。なんか
ハートが出てきた。本の整理日なんです。うわ、超めんどくさそう。傷んだ本をまとめてしまったり、バラバラになっている本を書架に並べ直したりもするので、うわ俺もそういうのダメ、超苦手だから。だからね、仕事の机とかも俺めっちゃ汚いです。でも自分がどこに何が置いてあるのか分かればいいと思うんですよね。めんどくさそうだね、ぶっちゃけめんどくさそうだねだよ。楽しそうだね、やばい、これ心が痛むわ。とてもやりがいのあるお仕事です。図書館を皆さんに快適に利用していただくためにも頑張らないとって思います。立派な、あ、電話だ。あ、電話です、すみません。俺基本的にでもね、ずっと音は出ないようにしてます。外でも、家の中でもちなみにね、音は出ないっす。そうなんですか。なんか意味あんのって思うかもしれないですけど、まあなんとなく。わかりました、仕方ないです。残った人で何とかしますから、無理をしないでゆっくり体を休めてください。図書委員の1年生の子からです。風邪をひいたので、あー風邪ね、今日欠席させてほしいとのことでした。まあしょうがない。お、また電話です。はい、村上です。え、委員長も具合が悪いのですか。おー、委員長も。わかりました、夏風邪はこじらせて。てかさ、1年生の子さ、なんで委員長に電話しないでさ、村上さんに電話したの。本の普通最初委員長でしょ。私が何とかで、委員長がなんか風邪ひいてるから村上さんに言ってくださいみたいな、はい、あれだったらわかるんですけど、多分今の流れでいくと直に村上さんにかけた感じですよね。委員長さんも具合が悪くてお休みだそうです。そうだよ、風邪流行ってるんだよ、知らないの。ももちゃんも倒れたし、あとなんだっけ、英検の人もなんか風邪ひいてましたよね。風邪はね流行ってるんですよ。いや、俺が行く、これは俺が行く流れだ。頼れる人がいるじゃないか、目の前に。手伝ってくれるんですか。そんな申し訳ないです。それに何か用事があったんですか。いや、用事はね、ないね。ちょうど図書館に行くところだったって。嘘つけ、なんで図書館に行くところだったんだ。あ、そうか、そう、村上先輩に会うために図書館に行くところだったんだ。そうだそうだそうだ、思い出した思い出した。本当のことを言うと、一人でどうしようかと思っていた。だいたいさ、こんな二人っきりでさ、本の整理になるって、こういうシチュエーションがさ、まずないからね。遠慮なく甘えさせてもらいますね。では、一緒に行きましょう。それでは早速取り掛かりましょう。その書架の本を一度全部出してもらえますか。本に汚れや痛みがないかを確認した後、著者の五十音順に並べ直します。著者ってさ、しかもなんか漢字たまに分かんない時あるし、この人なんて言うんだみたいな。では手分けをして作業を始めましょう。これは銀河鉄道の夜です。あ、銀河鉄道の夜ね、聞いたことがある。なんだっけ、本なんですよ。誰だっけ作者。なんかそういうのってでも国語の授業とかでなんか取り上げられたりしますよね。注文の多い料理店とかね、やった気がする。銀河鉄道の夜ってなんだっけ、本当わかんねえ。私、作業の手が止まってましたか。すみません、棚卸しをしているうちに銀河鉄道の夜につい夢中になってしまって。こっちも漫画に夢中だ。漫画なんてあるんだ、図書室に。そうだね、これはその気持ちはわからないけどね。これってあれに似てますよね。家で大掃除をしていると出てきた雑誌を読み始めちゃったりする。わかるわかる、その試験前とかでさ、あ、勉強しないとなって思うんだけど漫画を読んじゃうみたいな。掃除の手が止まってつい読みふけちゃうんですよね。あなたも同じですか。俺基本的にね、家でなんかやるっていうのはできなかったですね。家で勉強するとか。調べますから、あなたは引き続き本の整理をお願いします。てかもうハート満タンだな。だいぶ整理できました。あ、休憩しよう休憩しよう、もう超疲れた。この棚の整理だけ終わらせたいですか。あー、偉いよ、ほんと偉いよ。それでは私も、俺だったらすぐ休憩するけどね。それらの本は書架の一番上に並べ直すものですね。ちょっと手が届かないので、この脚立に乗ってっと。おっと、消しゴムが落っこっちゃったって。それでもまだ少し遠いです。もう少しで。いや、そういうの俺がやるよ、普通に。届くのですが。変わるよ変わる、これ絶対転ぶよ。つま先立ちをすればなんとか。
ほら。急に本が崩れてきて。え、本が崩れてきたんだ。私をかばってくれたのですね。いや、とっさだな。すげえな。反射神経もあるね。右手を押さえていますけど、う、今のでどこか痛いんですか？よかった。なんともないですね。なんで押さえてたんだ。痛みも見せてください。どうやら怪我がないみたいですね。あ、でもちょっと手の甲が赤くなってますよ。いや、村上先輩を守るためならこのくらい。こうやって手でさすって。いや、私はどこか痛くないか。こんなことさ、してくれないよ。はい、私はなんともありません。あなたがかばってくれたので。やばい、誰か来たか。また本が崩れてきたのか。こんなところ見られたらさ、俺絶対退学だよ。あなた何してるんですかみたいな。ありがとうございます。村上先輩が三上さんに襲われてますみたいな。てかこの体勢から早く立ち上がれよ。いや、でもね、村上さんは絶対モテますよ、これ。嬉しかったです。てか、だって普通に可愛いし、てか、出てくる人みんなそうなんですけど、その性格とか喋り方とか抜きにして、こう、ずらーって並んでたら、全員可愛いっすもん。てか、可愛くない人を見たことないし、この世界で。私の不注意で、せっかく並べた本が、またバラバラになってしまいました。なんだか、ちょっと落ち込みます。またやり直せばいい？そうだ。そうですね。やり直しの効かないことなんてないんだよ。とにかく、いや、あるけどね。いいところまでもう一頑張りしましょう。結局終わらせたのか、二人で。今日は本当にありがとうございました。館内の整理。いや、終わったっぽいな。すげえ。私だけでは無理かもしれないと思ってました。でも本の整理も思っていた以上にはかどったし、あなたがいてくれて助かりました。やっぱりね、高卒なくこなすところが。あなたが図書院じゃないのが残念なくらいです。今度は利用者として。いや、図書院にならないよ。バンドもやらないし、図書院にもならないよ。あ、そろそろ駅に着きますね。村上先輩は電車通学なんだ。ももちゃんがだから、たまたま近かっただけか。ももちゃんとゆずちゃんは自転車で来れる距離ですからね。これ今日のお礼です。お気に入りのしおり。しおりかー、いらねー。私の気持ちです。受け取りよ、そりゃ。俺っていらないっていうのは男じゃないっていうか人間じゃないです。そのクローバーは私が押し花にしたんですよ。あなたにもいいことが訪れるといいな。いや、もう十分いいことは訪れてるんだけど、いらない。受け取ってもらえて。今度から図書館で借りた本には、そうですね、まあ、実際でもね、こういうところはアピールポイントになりますよ。もらったものをちゃんと使ってたりするっていうのは。それではこれで。いらないものだとしてもね。駅まで送っていただいてありがとうございました。村上さんは電車通学で、俺はみたいな。俺も近いんだ。じゃあ俺とももちゃん家は家は近い、まあ、ゆずちゃんもそうだけど。で、村上さんは電車通学。はい、というわけで、ちょっと村上先輩のイベントをちょっと見たところが多かったので、なんか俺のくだらない話がだいぶ入っちゃって申し訳ないですけれども、まあ次からも村上先輩攻略をしていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。